さらぎ高校の攻撃は1番センター岡本くん、その前に斉藤健次郎様にメッセージが届いております。斉藤先生、35年勤続おめでとうございます。自分は3年間先生にお世話になり、特にグラウンドから教室へ、教室から社会へという言葉が今の自分の支えになっています。これからもお体に気をつけて頑張ってください。そして僕もいい報告ができるように頑張るので、応援よろしくお願いします。斉藤先生、永年勤続35年おめでとうございます。35年のうち3年間斉藤先生のもとで技術的な面や精神的な面で大変お世話になりましたが、一番お世話になったのは斉藤先生の熱い拳だと思ってます。そんな先生の顔を見ることも少なくなってしまい、寂しい気がしなくもないです。僕も社会人になり、新しい環境で必死に頑張ってます。まだまだ未熟ですが、再来年のドラフトで必ずいい報告ができるように頑張りたいと思いますので、斉藤先生も体に気をつけて頑張ってください。応援してます。斉藤先生、この度はおめでとうございます。今日はそちらにお伺いできずに、申し訳ございません。先生とは、本当にいい巡り合わせで、いいご縁をいただいたと今でも思っております。本当に高校3年間で、教えていただいたことはですね、本当にたくさんあるんですけども、特に、心技体の心の部分をですね、これから先も忘れずに忠実にやっていきたいと思います。まだまだこれから、一人でも多く教え子を輩出していただきたいと思ってます。今後とも陰ながら応援させていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今日はおめでとうございました。斉藤先生、35周年表彰受賞誠におめでとうございます。所用が入っており、帰省できず参加できなくて非常に残念に思っております。今年の夏、準々決勝を応援に行きましたけども、昔と全く変わらないお祭り野球を見せていただき非常に感動しました。35年といえば本当にね、私も同じ野球界で生きてきた人間として並大抵のことではできないと思います。健康管理であり、また奥さんの内助の功も忘れてはいけないことだと思います。残念な形で母校も廃校になってしまいますけども、甲子園に出れるチャンスはまだ残されております。快挙を成し遂げて甲子園に連れてきてください。甲子園で待っております。本日はおめでとうございました。斉藤先生、高野連永年勤続35周年おめでとうございます。そしていつもお疲れ様です。今日はとても賑やかに皆さんにお祝いしていただいていることと思います。また来年の奥熊ロードレースではお世話になりますけれども、よろしくお願いいたします。斉藤先生、勤続表彰おめでとうございます。また来年の公認奥熊ロードレースでも、お世話になります。精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。本日は本当におめでとうございます。先生、おめでとうございます。斉藤さん、おめでとうございます。斉藤先生、監督、おめでとう。35周年よう持てたねって。あんたいくつ今？これからもあっとよ、頑張ってね。私も応援しやっけんね。
頑張って。練習では、大胆そうに見えて、実は結構細かいところを重視するような感じだったと思います。そして2軍3軍の人たちに特に、気を回されていたような気がします。先生、健康第一でまたそのパワーを、70、80と継続されて、今後ともご指導のほどよろしくお願いします。苦しい瞳とつぼみのような口元が茶の間のアイドルとして幅広く親しまれています。赤い風船は浅田美代子。あの子はどこの子、こんなに夕暮れし小さな夢が白いどこか、この
はその手が好きです。ただ毎日をまっすぐ生きて私たちを育て旅立たせてくれたあなたをその手が好きです。雨に打たれても土に触って一つ一つ種をまく背中は諦めた夢もきっとあるでしょう。だけど私には笑顔で愛に出会い愛を信じ愛に破れて愛を憎み愛で許しまた愛を知る。風に吹かれ迷い揺れて生きるこの道、あなたの笑顔それは道しるべ。私はこの海が好きです。この弓なりに続く線路もあなたが生まれ育った海に来ると後悔が軽くなる気がして、傷もためらわず痛みも構わず勝つことただそれだけが正義と壊れてもまだ走り続ける私にもあなたは優しく人に出会い人を信じ人に破れて人を憎み人を許しまた人を知る。風に吹かれ泣いて笑い生きるこの道、あなたの笑顔それは道しるべ。風に吹かれて走っています。あなたがくれたこの命の道を。私はこの手が好きです。ほらあなたによく似ている。私たちを育て旅立っていたあなたもその手が好きです。